ブラックホール。それは極めて高密度で強い重力のために物質だけでなく光さえ脱出することができない天体のことを指す用語です。そしてその研究の発端となったのはアインシュタインが一般相対性理論を1915年に発表し、そしてその後すぐにシュワルツシルトという物理学者がその理論を使ってある特殊な性質を持った球状の領域の存在を導き出したことにあります。その論文によるとその領域の内部では光さえ脱出することができないとされていました。それがもちろん今でいうブラックホールの存在を示唆するものとなっていたわけです。さて一方でそのような一般相対性理論が完成するずっと前18世紀後半にはラプラスやミッチェルといった物理学者によってすでにブラックホールの存在は予想されていました。18世紀後半といえば宇宙を詳しく知る術もない、その上にもう物理といったら高校で習うようなニュートン力学のようなものしかなかったわけです。なぜ彼らはそのような物理学だけを使ってブラックホールというものの存在を予想することができたのか、その思考を今回はお伝えしましょう。はい、ということでここからは、感じでいきなり。はい、ということでここからは、いつも通りですね、授業形式でいきたいと思います。まず最初に、高校物理でも習う脱出速度について復習しておきましょう。脱出速度。はい、まず球状の天体を考えます。こんなように。まあ、イメージしやすく地球だと思ったら大丈夫です。地球の表面に質量 M の物体がある。こいつをある程度の速度で打ち上げます。そうするとこんな風にある程度まで上に行ったら重力によって落ちてくると。これをもう少し速度を上げてももちろん落ちてきます。しかしある速さを持つ物体を打ち上げるとピューと地球に帰ってこなくなるような軌道を描くものが現れると。これがつまり重力を振り切った軌道なわけです。なんか話し方がまださっきの変な調子になってるんでどんどん戻します。普通に、重力を振り切った軌道になっていると。はい、そういうのを今回考えていくわけで、この天体の重力から脱出したと考えることができます。今この天体の質量をラージ M としましょう。そして打ち上げる速度をスモール V とすると、で今このスモール V の大きさによって軌道が変わっていくわけです。さてこの脱出速度を導いてみたいと。どんな風に導くかっていうと、この天体表面で打ち上げる瞬間の力学的エネルギーを計算してみます。じゃあやってみましょう。天体表面での力学的エネルギーは、エネルギーって少し長いので E で略させてください。天体表面での力学的エネルギーはどうなるかというと、もちろん運動エネルギーの2分の1 mv 2乗そして重力による位置エネルギーがあります。今この天体の中心から半径がラージ R であるとしましょう。ラージ R、 そうするとこいつが持っている重力による位置エネルギーってこんな風に書けるよね。マイナスのラージ G でラージ R 分のスモール M ラージ M と、このラージ G が万有引力定数で、これがこの天体の半径で、物体と天体の質量が分子に乗っかってきています。こんな風になっていると。さてどうすれば脱出速度が考えられるかっていうのを少し考えてみましょう。今脱出速度っていうのはこの重力から逃げ切って、つまり今無限に遠い場所まで行ってほしいわけですが、無限に遠い場所まで行かないと例えばどっかで帰ってきちゃうわけで、無限に遠い場所に行ってもなお速度を持ってたら脱出できたねってことになります。なのでこんなことを考えてみましょう。ここで無限遠点で無限遠点で有限の速度を持つにはと、それ考えてみます。はい、何を言ってるかっていうと、今ここから打ち上げてずっとこうやって軌道を描いていくわけなんだけど、この間で力学的エネルギー、つまりエネルギーを失うことってないわけです。今はそういう摩擦とか考えてないので、ここで持ってる力学的エネルギーはもう常に持ち続けてるはずと。だからこれは保存するはずです。保存する。だから無限遠点でも同じ力学的エネルギーを持ってるんだけど、無限遠点の位置エネルギーはこれはゼロになるよね。
だってこの天体の中心からの距離がここに入ってくるわけだから、無限に遠かったら分母が無限になって位置エネルギーゼロになるわけです。はい、なので残ってくるのは運動エネルギーだけなんだけども、今このスモール m はゼロじゃないから、この運動エネルギーを少しでも持ってればこれ速度を持ってるって言えるよね。速度を持ってる、だから、まあ、無限点でも動き続けられる重力脱出したんだねってことになります。つまり何が言えなきゃいけないかっていうと、この最初に持ってた力学的エネルギーっていうのがゼロより大きくなきゃいけないと。もう一回理由説明します。無限遠点に行ったらこれがなくなる、その時にもこれゼロより多かったら速度を持ってるねって言えるから、元からゼロより大きくなきゃいけないわけです。はい、もう一回言います。ゼロより大きいっていうのは無限遠点で速度を持つための条件です。こうなってなきゃいけないので、よってこっから何が言えるかっていうと、ちょっと変形してみます。こっち側に移行して共通の部分を削ってあげる、スモール m スモール l m。今これ質量は正だから不等号の向き変わりません。2倍して平方根を取ると、はい、今このスモール v は速さなので必ず正の値を取ります。だからこっち側の不等号だけだよね、プラスでこんなふうになると。だからこの初速度、この速さっていうのはルートのラージ r 分の2ラージ g ラージ m より大きくなきゃいけないと。そういう速度で打ち上げればこの天体の重力からおさらばできるってことになります。はい、なんですが、だからまあギリギリの脱出速度を求めてみましょう。これはあくまでこれよりも速ければ脱出できますって言ってるだけなので、そのキワキワのところを調べてみましょう。つまりこれがイコールになるところを調べます。つまり脱出速度、これをこんな記号で書きましょう。 V エスケープ、 S 君って書きます。まあ、脱出の英語エスケープなので V エスケープはこれイコールにするだけです。はい、こういう値になりますよってことですね。説明した内容と同じです。これが、まあ、一つのラインになると。はい、導出できました。青で書いておきましょう、導出できた部分。さて、この脱出速度なんだけども、具体例見ると分かりやすいと思うので、例を話してみたいと思います。で、例えば、地球の重力を振り切るためには、これも誰でも計算ができるわけです。だって地球の半径とか、地球の質量が分かればいいわけだから。万有引力定数はどれも同じなので、調べればすぐ出ますが、地球の値を代入すれば、この V エスケープが出ます。ちなみに地球ではこれぐらい。11.2km/s と、今分かりやすいように単位は km/s にしたんだけど、1秒間に 11km ぐらい進むような速度で打ち上げれば、地球の重力を振り切ってさよならできますって言ってます。そしてもう一つやっぱ知りたいのは、身近なところで太陽と、太陽身近ってなかなかかっちょいけど自分は身近です。太陽、はい、太陽の場合はこんな値です。618km/s と。もちろん太陽の方が大変だよね。重力すごく強いわけだから振り切るにはすごい速さが必要と。もちろん代入したのは太陽の半径と太陽の持ってる質量です。さて、こんな風に、まあ、具体例が出るわけなんだけど、ここからどうやってブラックホールの存在を予想できるかって話に移っていきましょう。ポイントが何かっていうと、ブラックホールは光でも脱出ができないってことです。そこを強く意識して考えていきましょう。ではこっち側でやっていきます。はい、で今からそのブラックホールのいわゆる半径と呼ばれるものを求めるんだけど、それをシュワルツシルト半径って言います。より正確に言えば、現代的な視点から言うとブラックホールの半径と定義されるものの一つです。まあ、ブラックホールの大きさの指標の一つ、このシュワルツシルト半径を導いてみたいと思います。もちろん疑問に思う人はいると思うんだけど、何が疑問に思うかっていうと、シュワルツシルトは一般相対性理論ができた後にブラックホールの、まあ、半径を求めた人であって、今考えてるのは古典力学でやってるわけだから、あれ、これはなんか名前だけ先走ってないと思うかもしれないけど、それは正しくて名前だけ先走って使わせてもらってます。ただですね、このニュートンの力学を使っても一般相対性理論で出てくるブラックホールの半径と実は全く同じものが出てくるので、同じ名前を使ってやっていきます。とりあえずこの名前は先走ってると思ってください。だから今は名前だけ、浮いてます。とりあえずブラックホールの半径を求めると思ってください。
さて、どんな風にやるかってことなんだけど、さっき言ったように光さえ脱出できないっていうのがポイントになります。それがブラックホールの特徴だから。どんな風にやるか、この天体の重力から逃げ切るにはこういう速度を持ってなきゃいけない、こういう速さを持ってなきゃいけないわけです。で、光でもダメってことは、これ光速だったらどうでしょうって考えます。光速、そして、物理学では光の速さが一番速いと考えられてます、この世の中でね。だからまあ今の視点で言うと、光でも脱出できなかったらもう何者も脱出できないってことになるんだけども、ここではまあ普通に光でも脱出できないんだったら C でもダメだよねって考えることにします。なのでこの V エスケープを C に置き換えます。 C に、だからここに C を入れてこんな式考えます。こんな風になる。そしてこの式を満たす。次は逆にラージアルツで考えます。こいつをこんな記号で書きましょう。はい、なんでスモール S ってついてるかっていうと、このシュワルツシルト半径のシュワルツの頭文字だからです。シュワルツシルトの頭文字書くことにすると、どんな風にこの RS がまとまるかというと、もちろんこれ事情をしてこんな風になって、失礼、 RS で RS イコール、はい、こんな式が出てくるわけです。だからこれ何を意味してるかっていうと、今 V エスケープ脱出速度を逆に C と置いて、それを満たすような天体の半径を求めたわけです。こういう半径を持つやつは脱出速度が高速になるって言ったわけだね。高速になる、だからこれよりも速いものじゃないと脱出できないって言ってるんだから、光でも脱出ができないってことになります。だからこの半径は質量はラージ M な天体がこの半径になってたら光も脱出できないってことを意味してるわけね。こういうのをシュワルツシルト半径って言います。こういったものの洞察から18世紀後半の物理学者は、あ、ブラックホールみたいな、まあ、何か特殊な領域あるねと考えてたわけです。光さえも、脱出できないような、だから物質をどん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 速く加速していっても、現代的な視点からすれば高速を超えることができないわけです。高速を超えることができない、そういうような半径が出てる。そしてこれも具体例見るとね、イメージが湧くと思うので話しておきましょう。ちょっとここに書きますかね、すみません、本当はここに書きたいんですが、ちょっとスペースがないのでここに書きます。で、例えば地球ぐらいの質量を持つもの、これをどれぐらいの半径にすればブラックホールになるかというと、それは9ミリだって出てきます。これ計算は簡単です。だって地球の質量を入れるだけだから、ここに光速を入れるだけで、万有引力定数入れて地球の質量を入れるだけでその半径出てきます。つまりこれもちろん地球の半径ではなくて、地球の質量を入れて地球がこれぐらいにギューッと圧縮されればブラックホールになりますっていう半径です。それが9ミリだから、だいたい地球をギューッと1センチにするとブラックホールになるってこの式は言ってます。そしてもう一つ、じゃあ太陽は、太陽はその半径を 3km にすると、ブラックホールになると、考えられます。ここに太陽の質量を入れただけで、はい、これがブラックホールになるような半径、天体がブラックホールになるような半径です。自分たちにとって身近な天体が、はい、いかがだったでしょうか。ここからですね、少し難しい話をしたいと思います。まあ、こんな風にシュワルツシルト半径と言われるものが求まったんだけど、これが実はですね、まあ、さっきもちょっと言った一般相対性理論を使ってしっかりと導き出された、まあ、ブラックホールのいわゆる半径と全く同じ式なんです。なんで一般相対性理論いらないじゃんって言うかもしれないんだけど、これですね、ほぼ偶然です。ほぼ偶然のほぼって何かっていうと、そのニュートン力学、高校で習う力学っていうのはもちろんその今でもどんないかなる状況でも正しいとも考えられているものじゃなくて、これは近似的に正しいものだって現代的な視点では考えられています。どんな近似かっていうと、重力が強い、重力がすごく強いところとかでは、実はこの普通のニュートン力学って正確には成り立ってないんだよね。で、重力がそんなに強くない、例えばまあここら辺自分たちが考えるような地上とかでの話をするときには十分ニュートン力学が使えるんだけども、すごく重力が強い環境とかだとニュートン力学は少し修正を受けます。修正を受ける、その修正の仕方
こそが、一般相対性理論なんだけども、だからまあ全く外れなわけじゃないから、ニュートン力学を使ってもブラックホールみたいなものの半径の式がなんとなく導出できるのはまあ、理屈的には、あるわけです。例えばまあこういうふうな高速の、高速に関わるとか、質量に関わるとか万有引力定数が入ってくるっていうのは、まあ大体予想できる計算でも、少しわかるけども、一般相対性理論を使った場合とこのファクターって言われる2とかっていう値までが一致するのは、まあ奇跡だと思います。少なくとも自分の持ってる知識だと、このなぜニュートン力学で求められるブラックホールの半径、つまりまあシュワルツィルト半径が一般相対性理論で求められる一般相対性理論で求められる半径と同じになるか、ドンピシャ同じになるかっていうのは、ここにはもう理屈はないと思います。偶然だと思ってます。もちろん全く無駄なわけじゃないし、昔の人がブラックホールの、まあ、半径とかブラックホールというものの存在を予想するには十分役立ったわけだけども、自分はこれを高校の頃にですね知ってすごく興奮しました。自分の持ってるもう言ったらスタート地点だけの知識、この万有引力とかだけ知ってれば出るような話の中で、もう今の最先端の物理で必死に取り組んでるような物理学者がブラックホールってものの正体に迫れたっていうのがすごく個人的には嬉しかったので、今回ですね、まあ、紹介してみました。はい、ということでいかがだったでしょうか。これが、ニュートン力学高校までの物理を使ってブラックホールの正体に迫ってみるっていうものでした。もちろん正確な話ではありません。重力が強い環境下でニュートン力学が正確に成り立つというわけではないので、ただこういうふうにやってみても18世紀後半の物理学者たちが想像したようなブラックホールのいわゆる半径のようなものがわかるということになります。もちろん求めた、方法とかそのアイデアっていうのは全く違う。ニュートン力学では単純に、まあ、脱出速度が高速を超えてしまうような限界の半径を求めたらこれが出てきた。そして、一般相対性理論で導いたシュワルツっていうのは、重力によるいわゆる空間の歪みからこういうのを導いたわけなんだけど、それが、偶然か必然か、あるいはそれが混ざり合ったような格好で同じような半径の式が得られると、今回に限っては全く同じ半径の式が得られたわけです。ということで面白かったでしょうか。はい、こういう物理が楽しかったですね。ぜひいっぱい物理学勉強して相対性理論勉強してみてください。ということでまた別の授業動画でお会いしましょう。さようなら。